またえらく豪勢な建物じゃないか。門番の妖怪には取材拒否されましてね。潜入取材を試みたのですが、敷地内をいくら飛んでも館にたどり着けなかったり、ようやく館の中に入ったと思ったら外だったりと、怪現象続発なんですよ。そこまでして隠さなければいけないものって何なんでしょうかね。それは一体どれほどの価値のある宝なのか。うん、私は記事さえ書ければいいんですけどね。ちょい覗いてみるか。うん、逃げようと思っても無駄だぞ。お気をつけて。降参すれば命だけは助けてやるぞ。なんだ、門番なんていないじゃないか。宝があればいただくし、妖怪が向かってきたら退治するだけだぜ。確かにお化け屋敷って風情だが。私は霧雨マリサ、探検家だ。あなた、人間？昨夜以外で見るのは
初めてだわ。私はフランドール。ここにずっと閉じ込められてるの。ほう。の上にある。夜を滑る我が力にひれ伏すがいい。あ、毒ダメ。レミーから言われてるでしょ。今はみんな忙しいの。おい魔法使い、あの空は何だ。お前らの仕業か。そうよ、あの霧で幻想郷はとこしえの闇に閉ざされ、この高魔館の主レミリア・スカーレットのものとなる。さあ見逃してあげるからとっとと帰りなさい。私たちは巫女の相手で忙しくなるし、人間は私たちのしもべとなるのだから、むやみに取って食ったりもしない。恐怖のあまりおかしくなっちゃったのでしょうか。人間をなめるのも大概にしろ。妖怪大事は巫女の先輩特許じゃないし、人間だって魔法が使えるんだぜ。この私霧雨マリサがお前らを退治してやる。あれ、側は幻想郷ね。子供がちょいとかじった程度の魔法でこの私をどうにかできると思うなんて、全く大した幻想だね。何？人間、私が本物の魔法を見せてあげる。お前の一生よりはるかに長い研究の先にある世界をね。メイドの土産話にでもするといいわ。
さっきの減らず口はどうしたの？くっそいつもこう、ずっと私だけ一人。お姉さまたち、いつも私を仲間外れにして。コーマ館へようこそ。白霊の巫女。あんた、人間？陽動とは、手の込んだことをしますね。陽動？何でもいいわ。あんたのご主人様を出しなさい。あの赤い霧、迷惑だからやめてほしいのよ。お嬢様はお会いになりません。代わって私がおもてなしするよう申し付かっております。邪魔するなら妖怪だろうと人間だろうと退治するまでよ。無駄よ。当たり前だ。ま、ちょっと手応えのある相手だったな。お前は本当に蚊帳の外らしいな。で、続きはどうする？やらないのか？じゃ、レームを待ってレミリアってやつを退治に行くか。お前、さっきから何うじうじしてんだ？だいたい家が退屈だったら外に遊びに行きゃいいだろ。あっさ、お前の人生だ。好きにするさ。マリサ、パチリーが怖くなかったの？怖いとか、怖くないとかじゃないだろ。他人に指図されないで、自分の思うように生きようと思ったら。戦わなきゃ、ダメなんだぜ。手品師に転職しない？人間の里でやったら当たるわよ。私が人間のところで？面白い冗談。もう終わりにしましょう。人間から恐れられ忌み嫌われてきたこの力、本気で振るえば。あなた、何も理解できぬ、死ぬ。私を理解できるのは、お嬢様だけ。解除。
やっとかかった。幻想郷じゃ、あんたみたいなのは別に珍しくないの。この先こっちでやってくつもりなら。これ以上私に面倒かけないこと。いつの間に。フラン、そこで一体何をしているの？お姉さま、私、お姉さまをやっつけて外に出るわ。フラン、部屋でおとなしくしていなさいって言ったでしょ。今はそれどころじゃないの。それに、そのネズミは何？お前がレミリアだな。私は霧雨マリサ、今はこいつの立ち会い人だ。お姉さま、私本気よ。おかしな言葉が聞こえたような気がするわね。私をやっつけるですって？フラン、自分が一体何を言ってるか分かってるの？そのネズミに何か吹き込まれてもしたのかしら？ネズミじゃない、キリサのマリサだ。嘆かわしい。スカーレート級の吸血鬼が人間ごときにそそのかされるなんて、恥を知りなさい。だからお前ら、なんでそんな偉そうなんだよ。私、お姉様の言うことを聞いてずっといい子で我慢してきたの。それもおしまい。私もういい子でいるのやめる。お姉さまこの手でやっつけて外に出るわ。どうやらお仕置きが必要のようね。私もお姉様の言いなりにはならないわ。
遅かったな、霊夢。手出しは無用だぜ。これはあいつの戦いなんだ。マリサ、ここで何をやってんの？っていうか何あれ。あれが異変の主犯。あっちはその妹だ。はあ？あいつが主犯を退治してくれるってわけ？まあ結果的にはそういうことになるのか。お姉様のバカどうした？あんたもたまには役に立つじゃない。たまにじゃないだろ。フラ、いつの間にかこんなに大きくなってたのね。お姉様、私のことが嫌いなんじゃないの？そんなわけないでしょ。たった一人の私の妹なのよ。お姉様、今まで過保護だったかしら。でも全てはあなたのためなの。あとはミコさえ倒せば幻想郷は私たちのものになるわ。そうしたら外で思いっきり遊べるわよ。私、お姉様のこと誤解してた。ごめんなさい。いいのよフラ。お姉様、私も一緒に戦うわ。うん。ちょっとどうなってるのよあれ。待たせたわね、白霊の巫女。幻想鏡をかけて決戦といきましょう。今からやっつけてやる。うわあ。なんだ、もう終わりか。まあ、自分で決めたことならこれもありか。ありがとうマリさん。さあ、さっきの続きをしましょう。望むところだ。受けて立つぜ。あんた、やっぱり余計なことしかしないわね。大丈夫だって、私と霊夢が組めば敵なしだぜ。ちゃんと合わせなさいよ。改めてご挨拶するわ。私はこの工場館の主にして誇り高き吸血鬼レミリア・スカーレット。そして私の妹フラントール・スカーレットよ。私は自己紹介済みだぜ。白霊レイム、知ってるみたいだけど白霊の巫女で妖怪退治が仕事。言わなくてもわかると思うけど、あんたらの出してるあの霧迷惑だからやめてちょうだい。今すぐ。私たち吸血鬼の弱点が太陽に光だって知ってるでしょ。あの霧はそれを遮るためのもの。もはやこの幻想郷に用は刺さない。そう、つまりこの幻想郷は手に落ちたも同然。隠れの巫女、お前さえ倒せば。あらそう、つまり私に退治されたいのね。そうなんじゃないかと思ったわ。さあ決戦と行きましょう。隠れの巫女、勝者が手にするのはこの幻想郷のすべて。そんな面倒なものをいらないわよ。あんたらが迷惑だから退治する。それだけよ。行くぜ霊夢。行きましょうお姉様。はぁ、くらえ。
力。お姉様。異変解決、おめでとうございます。ほらほら、こっち向いてくださいよ。通るよ。通りです。始めましょう。命あるものの訪れぬ暗き地。亡霊を撃たれよ。よーレイム、そこで氷の妖精を捕まえてきたぜ。ああ、いらっしゃい、マリさん。ほんと妖精って油断するとどこにでも湧くんだから。寒いから早く閉めてくれる？見ろよ！春だってのにこの雪景色！冬の妖精やら妖怪やら！いい加減認めろよ！これは異変だ！離せー！今年は春が遅いってだけ。いや！どこかに犯人の妖怪がいる！異変解決！妖怪退治が巫女の仕事だろ？ああ、そうかよ！それならこんな異変私だけで解決してやるよ！後でのこのこ出てきてごめんなさい、やっぱり異変でしたとか言うなよ！短歌切って飛び出してきたはいいが、全く見当すらつかないぜ。情報集めないとな。お、早速情報提供者発見。で、あいつは。やれやれ、やる気満々だな。ふい。あ、分野の。やれやれだぜ。
ここは冥界、亡霊たちの住まうところ。命ある人間よ、とくお前たちの限界に引き返すがよい。観念しろ半人半霊。お前たちの企みは全て調べさせてもらった。さあ春を返してもらおうか。おっと、抵抗してくれてもいいぜ。力づくは大好きなんだ。人間風情が何を言い出すかと思えば、白霊の巫女ならいざ知らず。一体何様だお前は。霧雨マリサ、普通の魔法使いだ。のところに案内してもらおうか。いや、そのまま寝てていいぜ。あらまあ、白霊の巫女じゃないのね。そのセリフ聞き飽きたぜ。お邪魔します。こんにちは。あら、本当にまだいる。どうしてみんな玄関から入ってこないのかしら。吸血鬼のところのメイドじゃない。今日は一人。お嬢様は寒いので出たくないと伝言だけ預かってきましたわ。いつまで妖怪の好きにやらせているのかとのことです。大きなお世話。あなたの考えもわからないでもないけど。何よ。幻想郷のバランスを保つのが巫女のお仕事ですもんね。それもあるわね。でもそろそろ十分じゃないかしら。それを決めるのも私の仕事よ。ごもっとも。伝言は伝えましたよ。白黒の魔法使いは冥界に向かったわ。冥界で死んだら成仏できるのかしら。おい亡霊、こっちは花見ができなくて困ってるんだ。今すぐ春を返すか、私に痛い目合わされた後で返すか、好きな方へ。ここに留まって亡霊となるか、亡霊となってからここに留まるか、お好きな方を選びなさい。いうの選択って言わないぜ。ご覧なさいな、この桜、最良あやかしを。まだ花をつけていないでしょ。もっと春が必要なの。つまらんことだ。残念、ここまでかしらね。レイム、お前今頃。話は後。あらあらあら。惜しい。
若くて世は子供なしか。ま、苦労した甲斐があったってもんだな。はぁ、だから嫌なのよね。異変解決っていうとすぐ妖怪どもが集まってきて宴会になるんだから、楽しいからいいだろ。主犯も来てるし。まあまあ、お詫びの印にね。趣向もお持ちしましたので。あ、はあ、参拝客が逃げるわ。しかもこれ後片付け全部私でしょ。だから異変解決って嫌なのよ。ちょっと待て、お前まさかそんなつまらん理由で。おい霊夢、私に言わなきゃいけないことがあるよな。はあ、マリサの言う通り異変でした。私が悪かったわ、ごめんなさいね。心がこもってないんだよ。ミコのくせにめんどくさいから異変を放置して、だからこの神社は人気がないんだろ。異変はちゃんと解決してるわ。何よ、美味しいところばっかり持って行きやがって。結局霊夢が異変を解決したようね。そのようですね。なぜだかわかるのだけどね、たとえ昨夜が買い物の途中で寄り道しなかったとしても、この結末は変わらなかったわ。そうだったんですね。さて、寄り道の罰は何にするかな。なんなりと。何よ、だいたいあんた私が行かなかったら危なかったじゃないの。そっちこそ私に何か言う必要があるんじゃないの。ご苦労さん。はあ、大義であるでもいいぞ。なんで偉そうなのよ。は、それ私のでしょ。わあ、ゆゆこ様。あら、あれ、今誰かいませんでした？いいところに来たわね。え、楽しくなりそうよ。何がです？桜は咲きませんでしたし。桜？西行あやかしですよ。ああ、あれはもういいの。咲かせては見たかったけど。すみません、まさか人間に。いいのいいの、十分楽しかったし、白霊の巫女に気づかれずに済んだしね。はあ、話が見えないのですが。着てみたんですけど。似合います？すべてエイリーに任せます。は。あまねくちーの上から、はるかつきまって、おい覚醒、技術デーモン未走法。お嬢様方、どうかなされました？あの月が何か。昨夜にはあれが月に見えるのかしら。ん？もしかしてさっきの来客はその件？こんばんは。ヤクモゆかり？うちの神社にあんたがなのよ。おとなしく退治されに来た。
って顔じゃないわね。行きましょう。異変の影響でしょうか。確かに警備は手薄になっているようです。満月の夜ってこんなに明るいんですね。あっちでは全然気づきませんでした。慌てなくていいわよ。まだまだ夜は明けないで言ってたから。本当に全然朝になりませんね。地球の地点はどうなってるんでしょう。幻想郷は本当に不思議なことばかりですね。この間の春が盗まれた異変も大概だったが、今回の夜が明けない異変はさらに立ちが悪いな。差し詰め栄養異変というところか。人間にとってはそれだけかもしれないけど、やっぱり霊夢の帰りを待ってからの方がいいんじゃないかしら。なーに、私だって妖怪退治の専門家だ。霊夢抜きでもこの異変を片付けてやるぜ。こんな異変の夜に人間の里に妖怪を立ち入らせるわけにはいかない。たとえその人形使いでもだ。用心深いことね。ケーネ先生よ、待ってたって夜は明けないぜ。私らはその異変を解決しようとしてるんだ。ほう、それなら急く遅かったな、マリサ。ちょっと前にレイモが迷いの竹林の方に向かったぞ。それで留守番だったのね。レイムにしちゃ珍しく行動が早いな。迷いの竹林に入ったら迷って出られなくなるって言うけど、レイムと合流できるあてはあるの？犯人を探してれば当然出会うさ。よし、レイムより先に見つけてやるぜ。ねえマリサ、確かにあなたの魔法の力はその辺の妖怪なんかよりずっと強いし、レイムに負けまいという気持ちもわかるわ。でも無理してるといつか命取りになりかねないわよ。そういうおせっかいがうるさいから人間の里を出てきたってのに、お前が私の母親か何かか。そういうわけじゃないけど。出たな、妖怪。あ？は？ご挨拶じゃないか、レム。紛らわしいわね、マリサ。それにアリスまで。ここで何をやってるのよ。もちろん、妖怪退治に決まってるぜ。レム、遊んでたら終わらないわよ。ヤクモゆかり。待ってレム、ゆかりは敵だろ。なんでそこにいるんだ。あんたには関係ないでしょ。私は忙しいんだから邪魔しないで。関係終わりだ。ヤクモゆかり、隙間妖怪のお前の能力は物事の境界を操作することだ。お前昼と夜の境界をいじったな。この明けない夜はお前の仕業だ。いかにもその通り。よくわかったわね。何バラしてんのよ。まさか巫女なのに異変に加担するなんて。見損なったぜレイム。あのね、私にだって知られてしまったからには仕方ないわ。レイム、やっつけちゃいなさい。あ、抜かせ。お前もレイムにまとめて退治してやるぜ。そうすれば異変解決だ。怒りは私が引き受けるわ。無理はしないで。
どうやら敵にも知恵者がいると見えますね。ウートン家で予定通りなさい。決して敵を姫様に近づけぬように。お任せください、師匠。なんだ、こんなところに建物が。大当たり、ここよ、レーム。お、ほんと？マリサがバカやってる場合じゃないわね。避けてたのかよ。マリサ、一時休戦。この中に異変の真犯人がいるの。なんだと？本当の異変は真犯人が月を偽物にすり替えたことなのよ。月だと？私はレイムの味方よ。とっとと倒してレイムたちを追いかけましょう。地上の妖怪どもめ、この永遠帝を突き止めたことだけは褒めてやる。2対1で勝てるつもり？何人いようが同じこと。私のルナティックレッドアイスの前でもな。現実？この廊下、一体どこまで続いてるんだ？なんだか外の景色も妙だぜ。ついてこなくたっていいのよ。私はまだ納得してないからな。だいたい、ゆかりみたいなやつ信用できるのか？今夜限りはね。おやまあ、地上の人間じゃない。かわいそうに。この永遠帝に足を踏み入れてしまったんだから、もう生きては帰れないよ。人間はただでさえ寿命が短いのにね。おい、さっきお口叩いてもうそれか。めんごめんご、永遠帝の情報、洗いざらい喋るから見逃して。は？内容次第だな。ちょっと、そりゃもうここでしか聞けない耳寄り情報。うさぎだけに。嘘。まあまあ、聞いてよ。私はこの竹林に昔から住んでるうさぎなんだけど、永遠帝の主人はね、月から来たかぐやっていうお姫様なのよ。月で罪を犯して、地上に流されてきたんだって。絶世の美女で、そりゃもうたくさん求婚者が言い寄ってきて、断るの大変だったみたいよ。どっかで聞いたような話だな。で、ケーキが明けて、月から迎えが来たんだけどさ、姫様は月に帰らなかったのよ。従者のエイリンと一緒に逃げ出して、で、この竹林に隠れ住むようになったってわけ。それがまあ、千年くらい前かな。千年？そうか、そうだったのか。姫様はさ、不老不死の薬を飲んだのよ。それが月では罪だったみたいね。あ、このくらいでもう十分かな。何がだ？時間稼ぎ。何？
地上の人間を送り込んできたのですね。ここは私がすり替えた偽りの月と地上の狭間、偽りの通路、もはやどこへ行くことも叶いません。あなたたちの旅路はここで終わる。よくやったわ、テイ。やーい、引っかかった引っかかったまあ、さっき喋ったことは嘘じゃないからね。で、お前が異変の真犯人ってわけだな。私はキリサメマリサ、妖怪退治の専門家だ。退治する前に名前を聞いておいてやるぜ。矢心、いい。なんだか姫の従者とやら。私は白霊レーム、白霊の巫女よ。月をすり替えるような輩にはきっちり退治されてもらうわ。愚かしいですね。太古よりの英知を持つ私に上妙な人間が叶うとでも。やってみなきゃわからないぜ。決して姫様は渡しません。あのウサギが言ってたのは本当らしいな。それが月をすり替えた理由ってわけね。聞いてない。ララ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 ラ月の狂気に見入られたお前たちにはもはや私の姿を捉えることさえできない。そのまま地獄に落ちるがいい。拉致が開かないわね。仕方ないわ。切り札を使いましょう。切り札？ゆゆこ、聞いてたでしょ。あとは任せたわ。任されたわ。さあヨーム、腕の見せどころよ。何人いようが同じと言ったはずだ。私の瞳からは。妖怪の期待し、この老関係切れるものなどあまりない。お見事。じゃあまた後で。マリサとレイムの方は大丈夫かしら。私たちの永遠帝を見つけてしまった以上、あなたたちには死んでもらうほかありません。神父、天神の警部。今は昔、竹取りの翁というものありけり、野山に待ちりて竹を取りつつ、よろつのことに使いけり。なおば、さぬきの宮津こと難いける、その竹の中に、元光る竹難一筋ありける。マリサとレイムの方は大丈夫かしら。私の切り札は、もう一枚あるのよ。マリサ！あら、お邪魔だったかしら。そうかよ。ずいぶん待たされたわよ。吸血鬼とメイド？一体どんな風の吹き回し？月
隙間妖怪には幻想郷を紹介してもらったきりもあるけど、何より月を偽物にすり替えるような不届き者にはこの私自らきついお仕置きをくれてやろうと思ってね。地上の妖怪風情がその思い上がりの代償高くつきますよ。芸人だか月人だか知らないが、お前の敗北の運命はこのレミリア・スカーレットを敵に回した時点ですでに決定されていたのよ。さあ昨夜全力で行くわよ。はい、お嬢様。らしいですね、エイリン。姫様、ずっと謝罪したいと思っていたのです。あなたの飲んだ不老不死の蓬莱の薬を作ったのは私。その罪とがは本来私にあります。そのように責任を感じることはありません。おかげで私は月とは違う世界を知ることができたのですから。今月への帰還が許されたと聞いても、もはや私にそのつもりはありません。このまま地上で生きていきたいと思います。姫様、本気なのですね。うん、こうなるような気はしていました。ならば私も蓬莱の薬を飲んで地上に残り、共に永遠の時を過ごしましょう。もうあなたを一人などさせません。決して。そして永遠に。無事で何よりね。まあな。つまりこいつらは幻想郷ができる前、大昔からずっとここにいたのよ。大結界が破られたわけではなかったと、お互い取り越し苦労だったわね。あんたと手を組むまでしたのに。そっちも取り越し苦労よ。それ、私が内と外とを反転させ、外の世界で力が失われるほど内では力が強くなる。忘れられた妖怪たちの楽園、幻想郷を形作る結界、私たちの最高傑作よ。月からの追手のような力ある存在は外からは決して生えてこれないわ。私は密室の中に密室を作ろうとしていたと。そういうこと。時々中から隙間を開けるやつはいるけどね。幻想郷のためですもの。そういうのもううんざりなわけ。いい機会だからここで決着つける。ちょっと待った、先約は私だぜ。一時休戦してるだけなんだからな。あんた
まだやる気なの？お前、うやむやにする気だったな。うえ。ようこそ永遠亭。おみことよ、客人方、ようこそ永遠亭へ。私が主人の蓬莱さん、かくやよ。姫様、申し訳ありません。何もかも私の誤りでした。エイリー、そんなに責任を感じることなんかないわよ。全部も済んだこと、私たちが生きる永遠に比べれば千年だって無に等しいわ。明日は無限にやってくるのだから、過去にこだわるより今を楽しまないとね。姫様、さあさあ、お客人方、まだお開きじゃないわよ。久方ぶりのお客様なのだから、相応のおもてなしをさせていただくわ。もう隠れ住む必要もないんだし、朝まで果てに弾幕勝負よ。話のわかるお姫様だぜ、そうこなくちゃ。うわ、ちょっとマリさん、私たちも行くわよ。昨夜、はい、頭突きはまた今度にしましょう。夜はちゃんと終わるようにしておくわ。はあ、私もはもう帰っていいかな。モコ、あれはなんだ？ああ、迷いの竹林にはバカ者が住んでるのさ。妖精のくせに道に迷うお前に負けないようなバカ者がな。あたいバカじゃないよ、むしろ最強。強い弱いとバカかどうかは関係ないの。ほら、もうすぐ外だぞ。監視は続けろって命令よ。上層部は一体何を考えてるんですかね。こっちは被害だって出てるのに。お待たせしたわね。いろいろバタバタしてて申し訳ないわ。
それで場所はここでいいのね。はい、あちこち見て回りましたが、ここが一番です。それじゃすぐ始めましょう。白霊の巫女はまだしばらく忙しくしてるから、今のうちにね。昨夜はまだ来てないの。すぐ後から来るって言ってたんですがね。肝試しコースはこの迷い入りの竹林。チェックポイントは案内人の小屋。そこにお蓋を貼って、この永遠亭肝試し会場に書いてくればゴールとなります。コース上には竹林に迷い込み、出口を求めさまよいながら死んでいた生き倒れたちを葬った墓地があり、無念の思いを抱えた霊が今も現れると言いますが、こんなものは妖怪の皆様にとっては日常茶飯事でしょう。まあ怖い。優子様、自分が幽霊じゃないですか。また迷い入りの竹林には一年のうち今日のこの日だけ肝試しルートに現れるという不老不死の怪物の伝説があります。気をつけてください。バカだと行かれちゃいますよ。チェルノちゃん、もう帰ろうよ。大丈夫だって、うん。そして出会う端から見境なしに妖怪を退治する恐ろしい巫女が出ます。これが最も危険が大きいので、出くわしてしまったら一目散に逃げてくださいね。やっぱり帰る。大丈夫だってば。悪質な作り話だわ。やあね、演出演出。
イベントなんだから盛り上げないと。私は参加しないからね。一応見に来ただけ。あんたらも人間に迷惑かけない限りどうでもいいし。そこはちょっと残念なのよね。霊夢、こっちのお酒はどう？月のやつよ。妙な薬とか入ってないでしょうね。不老不死の放浪の薬はもう作りませんよ。姫様にとんでもない迷惑をおかけしましたし、他にも事故が起きてますので。月の英知エリンは遥か遠くの物事を見通すんだけど、近くの物事が目に入らなくてやらかすのよね。お恥ずかしい。よう、昨夜。レミリアならもう出発したぜ。真の肝試し狙いで。あら、マリさん、あなたも招待状もらったのね。大会の裏に隠された真の肝試しにご招待。肝試しの夜に現れる不老不死の怪物を倒し、その生き肝をゲットすればあなたも不老不死にって。ああ、不老不死にはそこまで興味ないが、そんなすごい妖怪は見てみたいし、すごいお宝なら一度拝んでみたいもんだ。永遠帝がまた何か企んでると思わないの？迷いの竹林に他にも未知の大物妖怪がいたっておかしくない。お前のご主人様のレミリアだって生き肝狙いで参加してるんだろ。お嬢様は考えの深い方だけど、今回は少しちょとつ猛進気味に思えて。さあ、永遠帝主催大肝試し大会、お次の方スタートです。お、私の番だ。さすがは不老不死の怪物といったところかしら。吸血鬼か。黙って通り過ぎれば見逃してやったものよ。せいぜい数百歳のひよこ、不死の私と勝負できるなどと燃え上がるなよ。私は高魔界のあるじネミリア・スカーレット。その自信が本物なら、これが幻想郷の頂上対決ということになるかしら。さあ、お前を倒し、その生き肝を手に入れてやるわ。不老不死の怪物がどうっての、あれも作り話なんでしょ。それは演出じゃないのよ。元は普通の人間でも、千年も生きれば、いろいろ妖術を身につけて、大妖怪さながらの力を持つこともあるわけよ。ちょっと待ってよ。不老不死になっても、人間は人間じゃない。はぁ、やっぱりこれミコの案件な気がしてきたわ。心配しなくても、あいつはあなたに守ってもらうような玉じゃないわよ。そもそも、あいつの生き肝なんか食べても、不老不死になんかならないし。はぁ、やはり全部嘘だったのね。このウサギが吐いたわ。あら、バレちゃった。私も待って、マリサ。うわ、こんなことだろうと思って来てみたが。
先生か。脅かすなよ。あの吸血鬼に助太刀するつもりか、マリサ。2対1とは感心しないな。なんだ、ケーネン先生は不老不死の怪物側か。ふん、なら先生を入れて2対2でも私は構わないぜ。よかろう、マリサ。威勢がいいのはお前の長所だが、不注意が多いのは直せと何とも言ったはずだな。今宵は本物の満月だ。お前がここに来た歴史をなかったことにしてやろう。あら、バレちゃった？思ったより早かったわね。え？って？そろそろ決着をつけましょう。さあ、受けてみよう、我が力！抜かせ、水晶の炎で貴様を焼き尽くしてやる！お嬢様、手を引いてください。そいつの生き肝を食べれば不老不死というのは永遠帝の姫の嘘です。永遠帝の姫だと？惜しかったわね。毎度毎度ちょっかいかけてきやがって。もか、地上の普通の人間だったあなたが不老不死になったことに私としては多少の責任を感じてるわけよ。はあ、まあ元はといえばあなたが勝手に放浪の薬を持ち出して飲んだせいなんだから自業自得なんだけどね。みんなこと分かってんだよ。とはいえ月から放浪の薬を持ち込んだのは私たちなわけだし、あなたも身に染みてるでしょ。永遠を生きる私たちにとっては退屈こそが最大の敵。日々いかに退屈を退け楽しんで生きるかが重要だって。だからこうやっていろいろイベントを考え出して少しでもあなたの退屈を紛らわせようとしてるわけよ。お前が楽しんでるだけだろうが。そこは一石二鳥ってやつ。ふざけんな、五六十回まとめてぶっ殺してやる。私たちも手伝うわよ。あらまあ、死にたい、あらゆる妖怪が消え去った後も私たちは嫌でも永遠に付き合っていくんだから、今後ともよろしくね。絶対にお前を始末する方法を見つけ出してやる。ああ、そういうのもいいわね。それが肝試しの参加賞の景品。月の石なんだって。すごいですね。私にはただの石にしか見えないわ。お嬢様、不老不死の生き肝を私に食べさせるつもりだったんですか？まったく無駄足だったわ。
妖怪に比べれば人間の寿命は確かに短いかもしれませんが、生きている間はずっと一緒にいますよ。おかえり。片付けてくれてたのか。すまないな。僕を一人じゃ大変でしょ。迷いの竹林が幻想郷に開かれて案内人の仕事は減るかと思ったら、そうでもなさそうね。まあ退屈はしなさそうだよ。こちらに来てみれば、このありさまとは。これはどうあっても思い知らせなければ。チルノちゃん、どこにいるの？チルノちゃん、チルノちゃん。あら、かわいい妖精ね。む、最強であるあたりの温度が危険を感じるよ。あら、どうしてかしら。不思議ね。なんで近寄るの？あたりを食べても美味しくないよ。だけいろんな季節の花が咲いてるってのに異変じゃないってのかな。調べて納得いたんでしょ。まあそうだけどさ。異変じゃないから範囲の妖怪もいないし、別に害もないんだからほっとけばいいのよ。で、毎度おなじみブンブン丸新聞のシャメ丸です。またうるさいのが来た。派手に妖怪退治とかしてくれませんか。太陽の畑の妖怪なんかどうです。相変わらずやらせとでっち上げだらけの新聞だよな。面白くない記事を書くなんて私の固形に関わります。事実を書けよ。なんでもいいけど私は妖怪退治には出ないわよ。諦めませんよ。私のジャーナリスト魂で何としてもこの異変を記事にしてみせます。これは期待外れです。太陽の畑の妖怪は凶暴だって聞いたのに、他は当たりますか。いいえ、姫様。薬の原料の仕入れです。彼女はスズランの毒を操れるので。これも美味しい。毒というのは使いようで薬になれますからね。ほら、ここに。あら、レイを探してるのだけど、どこか知らない？あんた、まさか。毒は。イエーイ、引っかかった。ないこのうさぎ手術。大丈夫大丈夫、死なないで。あれ、そんな死ぬほどの量じゃないはずなんだけどな。
るわ。迷いの竹林のウサギがいたずらで自爆。これも微妙につまらないですよね。公務異変再び、コウマ館の幻想郷制服会議これです。あ、何か聞こえなかった？虫か何かでしょ。虫ね。そういえばパチの薬草園、むやみに花が咲いているようだけど。ああ、あれね、調べてみたいんだけど、幽霊が花を咲かせているみたい。たまにそういう年があるらしいわ。実害はないわよ。また門番サボって。いいわよ、今夜くらい。フラーも楽しそうにしてるし。あー、見て見て。ねえ、咲くよ。いろいろあったけど、やっぱり幻想郷に来て正解だったわね。はい、お嬢様。ジュリー様、今お薬をお持ちします。いましたよ。ごちそうさま、おいしかったよ。お館長、ここに置きますね。毎度。ああ、くったくった。そりゃあ私は未熟者ですよ。でも、ヨウムは黙って私の言う通りにしていればいいのよ。なんてひどすぎませんか。ああ、わかるわかる。でしょ。あたいの上司もうるさいおひどでさ、お互い大変だね。よし、今夜は飲もうよ。小町、またサボって、いつまで経っても霊を運んでこないから見に来てみれば、この手たらく。死眼が幽霊だらけ、花だらけの今こそ、三つの川の船頭がいつも以上に働かねばならない時だと、あなたも分かってるはずでしょ。すいません、貴様。今すぐ仕事に戻ります。説教は後でたっぷりしてあげます。勤務終わりに私のところ行きなさい。はい。お客さん、お母ちゃん。まったくもう、存じの子は、これはいいところで会いましたね。コンパクヨウム。私はエンマ。霊の罪の重さを測るものです。コンパクヨウム。一度あなたときちんと話をしなければならないと思っていたのです。え、
地獄のエンマ様。あなたには自分が冥界のものであるという自覚が足りていないのではないですか。そう、あなたは少し気軽にこの世に遊びに来すぎている。あの世のものがこの世のものと戯れることでどのような影響を及ぼしているか考えたことがありますか。今のままこの世に来すぎると私もあなたを裁かなければいけなくなる。もし私が裁きを担当すればあなたを人間として地獄に落とします。すみません。ドクタネは足で稼げと言いますが、なるほど資源ですね。地獄のエンマであるあなたが事件の鍵を握る人物だったのですね。あなたはブンブン丸新聞の社名丸です。幻想郷に狂い咲く花々の異変は地獄の不始末だった。そうですね、あの通り。サンズの顔の鮮度は残念ですが怠けがちで、その点で上司である私の監督が行き届いてないことは認めましょう。とは言ってもこのいわゆる異変そのものは地獄とは全く無関係です。幻想郷とすら関係がありません。あなた好みのゴシップやスクープの種はここにはありませんよ。あの大量の花々を咲かせている霊たちは幻想郷の外から寄りついたものです。そう、本当の異変は外の世界で起きているのですよ。外の世界ということは、社名丸あや、私はあなたにも話があります。あなたはその辞書ジャーナリズムとやらが読者に及ぼす影響を真剣に考えたことがありますか。報道の使命を忘れ、事実を面白おかしくねじ曲げて書くなと言語道断。いい機会です。コンパク読むとあなたにはここでたっぷりと説教して差し上げましょう。いや、そんな公務中でしょ。お仕事のお邪魔しちゃ悪いですしね。私は今日は非番です。いや、どう？ここには慣れたかしら？おかげさまで。ここの妖怪たちにはまだ警戒されてるみたいですけど、かな子様はもっと信仰が必要だって。そう、うまくいくといいわね。幻想郷の春ってこんなに花が咲くんですね。ああ、今年はちょっとした異変みたいなものね。あれはみんな幽霊なのよ。外の世界で死んだ人間たちの魂がこの幻想郷の花々に寄りついて咲かせているの。あれが全部あんなにたくさん。外の世界で大きな災害か戦争が起きたんでしょうね。そうね、60年に一度くらいはこういうことがあるのよ。外が気になる？いえ、私はもう幻想郷の人間ですから。あの魂たちはどうなるんでしょう。いずれ山地の川を渡ってエンマの裁きを受け、罪を犯した者は地獄で償い、そうでない者は冥界で次の生まれ変わりを待つというわね。山地の川の先頭があの霊たちをみんな彼岸へ渡し終えれば、この花の異変も収まるでしょう。どうかした？
なんだか切なくなって。悲しいわけじゃないんです。ただ死んでも帰れるところがあるんだなって。そんなに暇なら手伝ってくれてもいいのよ。おいおい、私のほうきは掃除用じゃないんだ。逃げろ。お、あ、大変だ、エンマが来た。エンマ、地獄のか、何しに。あいつ説教が趣味でさ、非番の日にはこっちに説教しに来るんだ。捕まったが最後丸一日ぶっ通して説教されるんだよ。私説教されるようなことしないわよ。あいつ鏡でこっちの異教種に等速全部見てるんだ。必ず隙を見つけて説教してくる。しかも正論ばっかだから反論できないし。鬼の力でなんとかしろよ。エーマなんだってば。やっつけられたとしても死んだらあの世であいつに裁かれるんだよ。地獄行きにされるのが落ちたって。生きてる限り勝ち目なしか。なるほど、それはもう逃げるしかないな。あ、やばい、もう来た。またな、レーム。あんただけ逃げようって。そうはいかないわよ。うわ、またすごい嫌がってますね。別に喜ばれるためにやっているわけではありません。英気様がこうして説教して回ってるのは、志願の連中の死後の罪を少しでも軽くしてやるためなんですよね。大丈夫ですって。英気様がみんなにやられててもあたいだけは分かってますから。いらぬ心配です。とっとと自分の仕事に行きなさい。はい、行ってきます。まったく。それでも友達か。こっちのセリフよ。武士の情け、武士の情け。ぷんぷん丸新聞は不滅。あのせ、時は満ちた。お、久々にやる気じゃない。昔を思い出すね。いざや偽りの社を打ちこぼち、幻想郷の誠の信仰を取り戻さ。隠れ神社の巫女は隠れ霊夢。観念して降伏するか、神社を廃業なさい。いきなり何？あんた誰？妖怪の山に追わす八坂かな子様こそ誠の神。森屋神社がかな子様の神社。私はその巫女、こちやさないです。森屋神社の巫女？ろくな神もいなければ参拝客もいない。いるのは妖怪だけ。こんな神社は無意味です。うちはそういうのじゃないのよ。私たちは幻想郷に真の信仰をもたらすためにやってきました。刮目してみなさい、奇跡を起こす神の力を。かな子様の加護を得た私の力はすでにあなた以上。その上、幻想郷最強勢力妖怪の山を従えています。抵抗は無意味ですよ。かな子様の慈悲として猶予を与えましょう。3日後、私は再びここにやってきます。その間によくよく思案しておきなさい。妖怪の山にもう一つの神社、もう一人の巫女とはね。フルスがそんなことになってるとは。で、どうするの？試合に3日もいらないわ。自分たちが何に喧嘩を売ったのか思い知らせてやらないと。妖怪の山が森屋神社に着くなら山ごと全部退治してやるわ。今から戦争よ。
豆地の美しさこそ秋の旬。みのりごー、みのりの神なのよ。もっと敬いなさい。焼き芋になっちゃう。人間が山に入っちゃダメよ。役が邪魔よ。今の警報は報告。お山に侵入者、はくれの巫女が攻め込んできました。山の妖怪を蹴散らしながら玄武の沢方面を上がってきます。はくれの巫女が、確かか。はい、我々は宮殿の滝で防衛ラインを張ります。では私もすぐ向かう。お山を巻き込んで全面戦争とは最悪のシナリオじゃないですか。レイモンが来たのか。ドイツを退治に出しょ、隠れてなさいよ。新聞ネタの見返りでこっそり妖怪の山を見物させてくれるって言うから来たんだぜ。外に出られなきゃ意味ないだろ。だから言ったじゃないですか、大天狗様の見込みの甘さが招いた時代ですよ。ええ、もちろんです。私の方でうまくやっときますんで引っ込んでてくださいよ。何やってんだ。上司に連絡です。とにかく非常事態なんで、マリサさんも聞き分けてください。非常事態、レームとやる気か。レームさんにはあなたから伝えてもらうつもりだったんですがね。実はちょっと前にお山に外から神社が引っ越してきたんですよ。神社、幻想郷にもう一つ神社ができたってのか。私はこれから仕事なのでここでおとなしくしててください。お山は本来立ち入り禁止なんですからね。他の天狗に見つかりでもしたらあなたも私もただじゃ済みませんよ。わかってるって。おい、取材じゃないのか。趣味の新聞記者だけやってられればいいんですけどね。お山の天狗の辛いところで組織のために己を殺さなきゃならない時もあるんです。嫌ならやめちまえよ。妖怪の山が幻想郷最大勢力なのは組織の力あってこそですからね。おとなしくしててくださいよ。ゆかり様、お目覚めですか。いよいよ始まりました。妖怪の山にはくれの巫女が攻め込み、天空と交戦中です。レームはさすがに事態の重大さを理解してるわね。さて、はくれの巫女の戦いぶりを見せてもらおうとしましょうか。いませんね、レームさん。出たわね。新聞や立ち入り禁止の妖怪の山に侵入し、お山の妖怪や見回り天狗たちに乱暴狼藉。隠れの巫女といえど見逃すわけにはいきません。立ち入り禁止なんてあんたらが勝手に決めたことでしょ。校長はそれだけ。もう退治していい。森屋神社に味方する連中に容赦なんかしないわよ。さすが血も涙もない白霊の巫女。しかしここは引けません。なぜなら今の私は新聞記者にあらず、妖怪の山のカラス天狗シャメマルアヤ。さあ、お山を代表してお相手しましょう。風神木の葉かぐれ。レームは商売敵の神社を退治しに来たんだ。間違いない。そんな面白いこと私抜きでやらせないぜ。さあ、
山を代表してお相手しましょう。風神木の葉隠れ幻想郷最速の天狗の姿、果たして捉えられますか。戦ってるふりを続けて、こうでもしないと内緒話できなくてですね。はあ、いやー、うちの下級妖怪や見回り天狗がご迷惑をおかけしまして、どうもすみません。森屋神社は突然山頂に現れてですね、お山を支配する我々天狗も困り果てまして、森屋の神の八坂かな子は力ある神で、武力衝突すればどれだけの被害が出るかわからない。それよりもむしろ味方について利益を得ようという派閥が優勢なんですよ。で、私と衝突してもっと被害を出してるわけね。いやー、アホですよあいつらは。私はもちろん白麗神社派ですので、レイムさんには森屋神社を退治していただきたい。ですが私もお山の中間管理職、上司の命令には逆らえませんし、同僚や部下の手前もあり、レイムさんを黙って通すわけにはいかない立場でして、全部そっちの都合じゃない。ですからここは一つ、私が白麗の巫女に全力で立ち向かったものの、力及ばず敗北、森屋神社への侵入を許してしまう、そういう筋書きでお願いします。で、勝った方に突こうって言うんでしょ。虫のいいこと言ってんじゃないわよ、このコウモリ天狗。あー、そういうんじゃないかと思ってました。さて、レイムが来てるのは宮廷の滝と言ってたが、白ニトリ、通称谷カッパのニトリ。どうだった？今の私の新発明、人間の感想をぜひ。感想って、迷彩ってよりむしろ目立ってたが、まあなかなか面白かったぜ。やっぱりそう？いやー照れるなー。あ、じゃあこれなんかどう？ポロロッカダンダダン。打ち上げ準備よし、カウントダウン開始。10、9、8、7、6、5、4。うえ、うわ、地があるな。しかしどうだいこの威力。お前やっぱり殺す気だな。ならこっちも容赦しないぜ。違う違う、私は人間に新発明の実験台になってもらおうと思っただけよ。ならもう邪魔するなよ。私は山の神社を退治しに来たんだ。その後でなら実験に付き合うのもやぶさかじゃないが。やった、じゃあさっと済ませてきなよ。神社まで案内するからさ。お前山の妖怪だろ、なんか組織がどうのとかじゃないのか。要は天狗様に見つからなきゃいいんだよ。よそから来た神様に味方する義理はないし、その点カッパと人間は古くからの盟友だからね。それ本気で言ってるんだろうな。神社の周りは天狗様の監視が厳しいからね。この私に任せなよ。まさに一挙両得のアイデアがあるんだ。
ここが森屋神社ね。山が騒がしいと思ったらあなたですか。まさかその日のうちにやってくるなんて。よい、サナエ。よくぞ来た、白霊の巫女よ。我こそは森屋神社の神、八坂加奈子であるぞ。白霊神社の巫女、白霊霊夢よ。あんたが親玉ね、そっちの挑発に乗ってわざわざ切ってやったわよ。風神八坂加奈子、我々が外の世界から招いた森屋神社の出身。神鬼諏訪の土着神と戦ってこれを下し、森屋神社を奪い取った文字通りの武神です。風放りの巫女コチア様、同じく外の世界出身の人間ですが、八坂加奈子の加護を受け、その奇跡を司る巫女であり、自らも神の血を引く荒人神、決して白霊の巫女に劣るものではありません。信仰なき神社など神社にあらず、我らは幻想郷に神への信仰を取り戻すために来たったものである。白霊の巫女よ、我が軍門に下れ、さなくば神社を廃業せよ。白霊の巫女はいわば幻想郷の方そのもの、それを降伏しろうたの廃業しろうたの意味分かって言ってるのよね。しかり、そちに代わりて我らが幻想郷を支配しよう。うちは別に支配とかしてないんだけどな。まあいいわ、幻想郷じゃ神だって妖怪の一種、退治するのは私の仕事よ。加奈子様、されば力で奪い取るまで山の妖怪たちの眼前にいずれが幻想郷を滑る神社と知らしめるとしよう。巫女は幻想郷の維持に必要ゆえ、他の妖怪には殺せなんだようだが、我らには新たな巫女がいる。手加減はせぬぞ。そう、それこそが森屋神社を招聘した理由。今日こそ白霊の巫女の最後の日。こっちのセリフよ、二人まとめてかかってきなさい。いざ、荒ぶる神の御霊に触れるがよい。八坂の神風、お見せしましょう。ここまでは全て順調に運んでいます。さすがはレイム、2対1でもなかなか健闘してるわね。それも時間の問題でしょう。しかも森屋神社はまだ奥の手を残しています。張り切っちゃってな。早苗の手前ってのもわかるけどさ。ま、私には関係ないけどね。はぁ、死ぬかな。おや？おっと、私の仕事はもう終わりですからね。ちゃんとどっちが勝っても申し開きできるようにしといたんで。今の私は、ブンブン丸新聞の記者。ふふ、あんたって。片手は気にせず仕事してなさいよ。お、実施？うわにゃー。
くわ。マリサ、人間がもう一人、何してくれてんのよ、あのカッパ。ああ、重大な規則違反ですね。カッパの打ち戸ぶりには全く困ったものです。後で検査を出しましょう。ま、どうせ聞きはしないけど。どうやら間に合ったみたいだな。真打ち、キリサメマリサ、健存だぜ。水臭いゼーレム、遠慮するなよ。してない。白麗神社に組みするものですね。かな子様に盾つくのなら等しく神罰を下しましょう。心臓の巫女ってのはお前だな。大サービスで見せてやるぜ。弾幕ってのはこうやるんだ。マスタースパーク。あんたもたまには役に立つじゃない。たまにじゃないだろう。さない。さあ、あとはお前だけだぜ。頑張ったよ、サナエ。あとはゆっくりしてて。スワコ様。スワコ。いや、外向きのことはカナコの担当だから出てくるつもりはなかったんだけどね。サナエがこれだけ頑張ったんだ。私だけ見てるわけにはいかないなって。スワコ様。我こそは森屋神社を城を示す神。森屋スワコ。森屋神社に神がもう一人？これは大スクープです。こんなの聞いてないわよ。でも、これなら。あれが森屋神社に隠されたもう一柱の神。森屋スワコ。いつとも知れぬ太古より存在する土弱神で、森屋神社の大元の神。アメヨに安賀かな子との戦いに敗れて姿を隠したと言われているけれど、実際は裏でずっと協力して森屋神社を運営してたのよ。うわぁ、ヤブヘビ。やっぱりあんたろくなことしないわね。ヘビというよりカエルっぽいぜ。なーに、私たち二人ならいけるって。ちゃんと合わせ。ルナは期待しないから、突っ込みなさい。フォローするから任せとけ。我らが未来のため白麗の巫女を下す。神尾の諏訪大使の再演と行こうか。カナコが風を操る力を持つなら、森屋スワコは地を操る力を持つというのか。予定外の助っ人というケチがつきましたが、森屋神社が奥の手を出した今、大勢は消したというところでしょうか。
ぼやぼやしないで攻撃、言われなくたってそうするぜ。うん、そのマップが通じないのか。マリさん、あれやってよ。そうか、よし、まとめてぶっ飛ばしてやるぜ。外の世界では信仰は失われようとしている。信仰されない神は力を失い消えてしまう。モリア神社に祀られている私たちも消えゆくはずだった。そうね、それが運命と受け入れていたわ。人間はもう私たちを必要としていない。このまま消えてしまってもいいと。それを変えてくれたのがこの子サナエなのよ。幻想郷に来ればもう一度信仰を集めることができる。そう言って私たちをここに連れてきたの。おかげでこの通り姿を現せるほど力を取り戻したわ。だから私たちを信じてくれたサナエのためにもこの新天地で信仰を集めようと思ったのよ。ところが山の妖怪たちには警戒されてなかなか信仰が集まらなくて、それで巧妙な白霊の巫女を倒して名を上げようとしたんだけどね。そりゃ相手が悪かったな。あんたらの事情は事情、こっちの迷惑は迷惑、やらかしたことの始末はきっちりつけてもらうわ。まず当然うちの神社は修繕してもらうとして。神社なら酒があるでしょ。今すぐありったけ出しなさい。魚もね。うわ、そう来なくちゃ。やっぱり妖怪退治の後は宴会だよな。そこの天狗、山の妖怪どもを集めてきなさいよ。はい。これは一体どうなっているんでしょう。お、まあ飲めよ。なかなかやるわね。いい飲みっぷりじゃないの。見直したよ。て、抵抗任そうだってそうはいかないわよ。負けるな、妖怪の山代表。一緒に飲んでみればそんな怖い神様でもないわね。言いたくけど私たちだって神様だからね。みのりか。うん、まだ大量の余地があるな。殺す気が。
出てきなさい、ゆかり。あんたが井戸引いてるのは分かってるのよ。さすがは霊夢、お見通しね。私を始末させようだなんて覚悟はできてるんでしょうね。悪かったわ、今回は私の負けね。え、あんたが首相なの？気持ち悪いんだけど。妖怪は人間を襲い、人間は妖怪を退治する。それが幻想郷のルール。とはいえ、巫女が強すぎて釣り合いを取るのに苦労してるのよ。だからあんまり働かないようにしてるでしょ。いい加減にしないと、こっちこそあんたを始末するわよ。私より幻想郷を愛している妖怪がいれば喜んで変わるわよ。どうだか。信仰の第一歩は信頼からというわけね。無理屋神社と山の妖怪たちとの仲を取り持ってあげるなんて、ずいぶん親切じゃない。連中がまたあんたみたいなのにそそのかされたりしないためよ。っていうか、あんたの目的が本当にそれだけとは。はあ、霊夢、今日は私がいてよかっただろ。ああ、そうだっけ。悩むとこかよ。俺の言葉の一つでも言ってみろ。ああ、本当助かったわ。お前、言いかけにしろよ。こっちのセリフよ。知らせが遅れて申し訳ないね。私たちなりに幻想郷の未来を思ってのことなのよ。早まってる態度が見えないよね。私たち地底の妖怪を招待していただいてありがとうございます。ああ、こういうのは人数が多い方がいいんだし、悪いのは悟り様、あたいらは悪くないですよね。あんたらは言うな。ま、温泉も湧いたし、結果オーライだよな。後でまた入りに行こうよ。カッパってお湯でもいいのね。わ、コウマ館の連中も到着か。何やってるの？ああ、天狗がさっき号外のバックナンバーを持ってきてな。清く正しい社名丸です。どうぞ、今日の号外ですよ。あら、どうも。いつも助かってるわ。いや、それほどでも。窓拭きとか、靴を濡らした時とか。そうでしょ、そうでしょ。焼き芋とかに便利だよな。ちゃんと読んでくれてますよね。フランは今日は留守番か。お目覚めにならなかったので、メイリンに留守番させてますし、おやつも用意してありますから。
りますね。おや、懐かしいわね。私たちが幻想郷に来て間もない頃ですね。赤い霧の時のね。あれはびっくりしたよね。結局私の活躍は乗らないんだから腹が立つよな。レームさんとあなたじゃネームバリューが違いますからね。発行部数が全然。うわっ、おい天狗、こっち来いよ。私らの酒が飲めないとは言わないよな。うわ、いやいや、そんなこと言うわけないじゃないですか。ぜひその時の話を聞かせていただけませんか。私も巫女として異変解決の勉強をしなさいとかなこ様と諏訪子様が。あなたレームに退治されたばっかりでしょ。はい。あ、なんだ、便所か。あ、ちょっと。森屋神社はどっちかっていうと異変を起こす側だよね。わかってるのよ、出てきなさい。さすが白霊の巫女、いたのよくわかったわね。ずっと覗いてたでしょ。気になって落ち着いて飲みはしないわ。気になるなら普通に現れて一緒に飲めばいいのよ。いやよ。は？なんで悟り妖怪まで来てるのよ。何？心を読まれてまずいことでもあるわけ？あなたこそ森屋の巫女に話してあげればいいじゃない。住んだ異変の話なんか忘れちゃったわ。だいたいあの異変も元はといえばゆかりが。逃げた。まあでもあの日のことは考えてみればいくつか腑に落ちないところがありますね。妹様のこととかマリサが来るのが早すぎた。マリサは泥棒に来ただけでしょ。だからそれは誤解だぜ。いい機会ね。霊夢がいなくなってつまんないところだし。よし、それじゃああの事件の全てを聞かせてやろう。ホラ話は禁止よ。分かってるって。マリサの知らないところは私たちの方で話しましょう。そう、あれは夏の暑い暑い日。今回の間欠泉の異変はゆかり様の適切な介入で通常の異変の範疇に収まりましたが、潜在的な脅威度はレミリアの異変に匹敵するものでしたね。あの異変の件も十分成功したと思ってるわよ。ありがとうございます。いい月ね。大元の原因を作った森屋神社の二柱の活動は今後も注視する必要がありそうです。妖怪ですもの、異変を起こしてこそよ。せいぜい今後も暴れてほしいものね。妖怪の山を工業化しようなどと企んでいるようですし、そちらの方向でも要注意かと。またこれで往来が可能になった地底から今後また有望な妖怪が出現しないとも限りません。こちらも情報を収集していく考えです。頼りにしてるわラン。今はゆっくり体を休めてちょうだい。明日からまた頑張ってもらわないといけないわけだし。ゆかり様は今回の白蓮巫女を少々買いかぶりすぎでは。何を言い出すかと思ったら、私は霊夢に可能性を見ているだけよ。可能性ですか。ひょっとするとゆかり様の目的は。あ、犬か。あれ、チェンの式折っちゃってるんじゃないの。あ、チェン大丈夫か。今式を打ち直してやるから。チェンもまだまだ。さ、あちらはどうなったかしら。そこで私はこう言ってやったの。あんた、ここにあとお酒。だってさっきまでここにだったんじゃないんですか。まだまだ飲めるわね。なかなかだな。マリサさん、死んじゃったんですか。なわけないでしょ。今そこで講釈垂れてるのは誰なのよ。だって長い便所だったな。
っていうか、レームはあの時何やってたんだよ。はあ、そこのメイドが知ってるでしょ。館に来るまでのことくらいは話してほしいんだけど。あ、別に普通にまっすぐ行っただけよ。あ、そういえば途中で妖怪に会ったかな。と、これがあの事件の全貌ってわけだな。ほらほら、もっと飲めうん、これでいろいろ納得がいったわね。私はちっとも納得しないけどな。私の話は少し恥ずかしかったけど。いい話のような、そうでもないような。勉強になりました、ありがとうございます。今の話の何をどう学んだのよ。あれから想像しいやつが来るようになって迷惑してるわ。あんだけの本お前一人しか読まないなんて、まさにしそうだぜ。私が読んでやらなきゃ、かわいそうでなんだ。あ、泥棒。あ、それはハチュリー様の大切なご本です。やっぱりあの泥棒。なんだ、お前も来たのか。前から思ってたんだけど、やっぱり異変が起きたらまずマリサを退治するべきよね。お前ひどいやつだな。どっちがよ。何ラチュも友達が増えてよかったわね。私たちの運命は幻想郷と共にある。サキアもこっちに来てよかったでしょ。ええ、本当にお嬢様もあれから妹様と仲良くなられましたね。あら、私とフランは元から仲がいいわよ。お姉様私のプリン食べたでしょ。ああ、全然起きてこないからもういらないのかと思ったわ。お姉様はいつもと。あの、困ります。お仕置きが必要のようね。お嬢様、妹様。おお、やってるやってる。本当に仲良くなられて。おかげさまでフラン様もすっかり明るくなって、居眠りしてるところを見つかったらフラン様まで全力で攻撃してくるようになりました。本当迷惑な姉妹ね。うちの神社じゃないからいいけど。あらネーム、こっちいらっしゃいよ。えい、夜の隙間妖怪、今頃来たってもう酒残ってないわよ。お前、ゆかり様に慣れ慣れしいぞ。ゆかり様から離れろ。慣れ慣れしいのはこいつよ。だいたいレミリアの異変だってもっとといえば。お酒ならいくらでもあるよ。あ、スイカ、あんたまさかそれ飲ませて回ってるの。やれやれ、怒られちゃいます。お姉さん、ひどい目にあった。やっぱ触らぬ神にたたりなしかな。でも虎穴にいらずんば孤児を得ずとも言うしな。あ、ここです、間違いありません。行きましょう、あのお方を再びこの世によみがえらせるために。
ング巨大妖怪ダイタルボッチだ。本当にいたんだ。確か、あ、チルノちゃんを見ませんでした？チルノって、あの氷の妖精の？はい、実は。その巨大妖怪を探しに行くの？チルノちゃん、もうそういう危ないことやめようよ。危なくないよ、あたい最強だから、この通り。だからそれはかわいそうだよ。ねえ、危ないからやめてよ。あたい必殺パーフェクトフリーズ。どうだ。どうだじゃないよ、チルノちゃんのバカ。チルノちゃん何でも知らない。変だ、絶対見つけてやるから。喧嘩しちゃったけど心配で。そうなの、言っても聞かない子っているわよね。ラクシュ。誰か噂してるな。で、なんだっけ、ダイタラボッチ？そう、あたいは見たのだ。空にそびえる黒いでっかいやつを。巨大な妖怪ね、聞いたことないけど。あ、このおせんべいいけるわね。あ、もしかしてそれは巨大ロボットでは？はあ？外の世界では巨大ロボットなどというものは単なる幻想に過ぎませんでした。そうです。ということは幻想郷になら巨大ロボが存在していてもおかしくありません。はー、また始まったぜ。あんたもう帰りなさいよ。あれだろ、どうせ未来水曜バザーのアドバルームを見間違えたとかだろ。未来水曜？なんだそれ。カッパがやってるんだよ、妖怪山のふもとで。完結系センター？そう、完結戦の異変の後にカッパが作ったの。地底のエネルギーを利用していろいろ、例えばアドバルーンを動かしたりしてるっていうわ。あなたのお友達が見たのはきっとそれだと思うの。あれじゃないとすれば。じゃあ危なくないの？アドバルーンはともかくエネルギー源はヤタガラス、つまり太陽の力を持つ妖怪なの。氷の妖精にとっては最悪の相性ね。侵入者。お前がでっかい妖怪か？あれ、でかくないぞ。私は太陽の神だ、多分。知らん、でっかい妖怪を出せ。隠したてするとためにならないぞ。知らん、とにかく侵入者は、侵入者。あれ、どうすればいいんだっけ。まあや、やっつけよう。とりあえず死ね。熱い、とろける。おくう、ちゃんとやってるかしら。お姉ちゃん、心配し好きだといいけど。うん。
私以上のバカがいると地上は広い。うわ、この鳥頭侵入者を追い返せっていたじゃん。やっつけてどうするの。そう言われればそうだったかも。いや、迷惑かけたね。これが私のプロデュースした未来西洋バザーの目玉、アドバルーン飛走転速だよ。作ったのは私たちカッパだけどね。チルノちゃんが見たのはこれだったのね。ダイちゃん、ん？さっきはごめんね。もういいよ。ありがとう、ダイちゃん。あたいたち、ずっと友達でいようね。うん。まあ、あの二人が仲直りできてよかったわ。そりゃあ、ゴコロさん。で、チルノは自分が見たのが、あのアドバルームだったと思い込んでるんだな。隠さないで教えてやればいいのに。ダメよ。私のせいで危険な目に遭わせたのは申し訳ないと思ってるわ。でも人形巨体化の魔法を研究してたら元に戻らなくなったなんて、こんなバカみたいな失敗あまり知られたくないんじゃない。そんなに気にするようなことじゃないだろ。誰にだって失敗はあるぜ。マリサに言われる側になるなんて。エミリア、お前、レムを見たわね。レム暗殺計画だって。言語の新聞屋がそういう情報入手したって下で騒いでてさ。どうせでち上げだろうけど、一応はレイムの耳に入れといた方がいいかも。実はここ2、3日、レイムが神社に帰ってないみたいなんだ。まさかと思うが。こらー、ヒカルに展開に来るな。よし、ちょっと探ってみるぜ。万一本当ならレイムを助けないとな。アヤのやつ、こういう時に限って捕まらないんだよな。心を読む私の能力は知れ渡ってるからお役に立てないわ。さあ、帰った帰った。お茶も出ないのかよ、ここは。あなた、面白半分でやってるだけじゃない。レイムが本当に暗殺されるなんて思ってもいないくせに。当然だろ。まずアヤのガセネタだろうし、万一本当でもレイムがやられるわけがない。はぁ、とっととレイムを見つけてその遊びを終わらせるといいわ。
ニューレンジに専門家がいるんでしょ。そうか、忘れてた。切ってみるもんだな。あらあら、まあまあ、レイムさんが行方不明？確かにうちの専門家ならお力になれますよ。このぬすっとの手伝いするんですか？人聞きの悪いこと言うなよ。本当のことなら拾ってやったんだから、むしろ感謝してほしいぜ。ありがとうございます。レイムの居場所はコウマカンか。エミリアたちが今さら暗殺なんてするとも思えないし、レイムに話をすれば一件落着かな。メイリがいないな。まあいいけど。おい、サクヤ、レイム来てるだろ。おい、誰かいないのか。レイム、いるだろ。エミリア！お前、レイムを見たわね。いけるわね、このお酒。タクヤが作るのよ。今の話、もう3回くらいしてなかったっけ？あら、そう？まあ、3日も飲んでればそういうこともあるわよ。そんなに経ってる？ここ暗いから昼とか夜とかわかんないのよね。吸血鬼だし。まあ、よし、一回神社に戻って掃除を。いるだろ。レミリア。メイリンたら、またフラン様が連れ出したのかしら。はあ。お？説明してもらえるかしら。わけわかんないけど、今すごく出て行きづらいわ。サクヤ、あら、マリサ、奇遇ね。
く酔いつぶれてただけかよ。紛らわしいことしやがって。私のせいじゃないでしょ。いや、期待したほどの写真が撮れなくて残念です。次はもっとでかいネタを考えます。このインチキ新聞や。私は面白かったからいいけど。お嬢様、お酒とかこぼしたらちゃんと言ってください。怒りませんから。ああ、ほんとバカバカしい。心配して損した。マリサが踊らされなきゃ何も起きなかったのよ。あの二人、ほんと仲がいいわね。巻き込まれなくてよかったわ。お前が紛らわしいことしてるからだろう。ちょっと冷静になって観察すれば分かったでしょ。人のせいにしないでよ。そもそもお前がミコの仕事サボって3日も飲んでるからつけ込まれるんだよ。それは関係ないでしょ。大体こんだけ心配させといて一言もないってのはどうなんだ。謝罪とか感謝とかあるだろ。はいはい、私が悪かったわ。お前いい加減にしろよ。取り乱しすぎなのよ。あんた私のこと好き好きでしょ。お前その性格ほんとなんとかしろよ。こっちのセリフよ。あんたこそその腹立つ態度だ。間違いを正すその心は、ああ朽ち果てた草やきに水を注ぐよ。だけれど意味もなくそれをぜっと感じて、闇雲に向かう先それを支配した。「ずっとした日々」